待って、どっち？ずれてる。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回ね、ちょっとしずえさんのところに行って、条例を定めてこようかなと。別に石を変えるわけじゃないやろ。なんか、ね、島の将来を左右するので、みたいな感じで言われたけど、もうローランおるやん。なにこれ、なんかラジカセ置いてあるんやけど。なんかラジカ、こんなんあったっけ？めっちゃ甘ざらしい。どうも、なんかめっちゃ無視されてますけど、私。ねえ、しずえさん。ちょっと入ってきた時に挨拶ぐらいしてよ。あら、いのさん、おはようございます。そうそう。島内放送でお伝えした通り、島での暮らしをより良くするために、条例が制定できるようになったんです。前と一緒かな、条例。でもなんか、まあ、ゴキブリは出たけど、花は枯れてないっぽいしな。島民の総意ということで、条例については島の代表であるアイナさんにご判断を委ねるつもりです。みんな責任取りたくないだけあって、めんどくさいだけあって、それ。この島にふさわしい条例を定めて、島民の皆さんの暮らしをより良い方向に導いてください。条例についてのご相談がある場合は、島の方針の相談でお伺いしますね。島の方針の相談。うんうん。さて、それでは、本日はどのようなご相談でしょうか。島の方針の相談。具体的にはどのようなご用件でしょうか。島の条例について。何種類ぐらい？やっぱお金かかるんですね。アイナ島の条例についてのご相談ですね。ほら、なんか人に勝手に押し付けといてさ、お金まで取っていくとか言う。この島には現在特定の条例は定められておりません。条例の手続きには色々と負担がかかるため、2万ベルの協力金が必要ですが、何か条例を定めますか？うわぁ、ごっそり取っていく。いいよ、お願いします。では、この島に定めたい条例をお選びください。美しい島条例、朝活条例、夜活条例、ケーキアップ条例。あ、ケーキアップあれか。店で売れる値段が高くなるってやつよね。どうなんやろう。でも、ね、前の感じで行くと美しい島なんやけど。どうすか？十分美しくね？いや、まあ元が別に美しくはないかもしれんけど。別に枯れてないよねーとは思うんやけど。とりあえずケーキアップにしとこう。別にいつでも帰れるよね。2万ベルさえ払えば。はい、ケーキアップ条例で。ケーキアップにしとけば2万ぐらいあっという間に貯まるって。ケーキアップ条例は島の物価を上げる代わりにお店の買取価格も上げて島の経済を活性化する条例ですが、こちらでよろしいですか？あ、そっか、全体的にか。売るだけじゃなくて買うのも高くなるんか。うわー、やだまあ、OK にしとこう。承知しました。では、明日からケーキアップ条例を施行するよう手続きしておきますね。お願いしますわ。取っていかれた。ちなみに、他にも何かご相談ございますか？いや、いいよ。ないよ。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。了解です。ねえ、あれなんか仕事サボるよりよ。確実にあれなんか雑誌を見よるもん。あれギターかなんかじゃない？何回めくっても同じページ。でね、これ絶対こんなとこなかったよね。多分なかったものがあったらすぐわかると思うよ。なかったってこれ。ラジオ体操ができるラジカセ。ラジオ体操できるんやって。めっちゃ雨やけど。しよう。うわー、集合したみんな。ラジオ体操の遊び方、2種類の操作方法で遊ぶことができます。ジョイコンを持って体を動かす。え、マジで？直接。コントローラーでボタンを入力する。あ、じゃあそれでお願いします。あ、確実にここで動きよったらカメラから見切れる。体を動かし体操ができるのはジョイコンで遊んでいる時のみです。ふんふん。そして今手元にジョイコンがないというね。うん。コントローラーで。上手に体操をするには、体操が始まると体の動かし方やボタン操作のガイドが表示されます。しかしさ、私さ、あれなんよ。音ゲーとか苦手なんやけど、そういう系統？それともあれ？ストファイ的な感じ？技の入力みたいなの。表示されるガイドを参考にしてみんなと同じように動いてみましょう。OK。ジョイコン以外のコントローラーで遊んでいるので、今回はボタン操作で体操に参加します。
OK、スタート。てか、島民全員とかじゃないんやで。さあ、ラジオ体操始まりでーす。L を上に倒して背筋を伸ばす運動。あ、なるほど。何回もせんといかんねんね。うわー、なんかいいね。すごい、なんか懐かしい気分。両腕を大きく回す運動。待って、どっち？ずれてるー。こうか。左右に倒して体を横に曲げる運動。あ、なるほど。はあ、待って待って、はいはい。小さく大きく体をひねる運動。運動自体は実際にある動きやんね。ちゃんと下を倒して胸を反らす運動。なんか音はまあ違うんやけど、しうることはこんな感じよね。この間テレビでラジオ体操流れて、あー、めちゃくちゃ懐かしいと思った。あー、外れてる。気になる私。あねえ、めっちゃずれとるやつが一番先頭におるん。楽しそうやけんいいか。めっちゃ笑顔で間違えよる。みんな心優しいけん許してくれるやろ。意外と難しいんですけど。お、終了。めっちゃがっつりやるんやね。すごいびっくりした。ローラン、どうもどうも、私ローランと申すですか。イカニシクラグオールお仕事、はるばる来たです。遠くから取り揃えてるラグの3サイズ、スモール、ミディア、ラージ、柄は買ってからのお楽しみ。さらに不思議な壁紙、床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あんた、なんか顔ですか。不思議な床で、不思議な床3レベルですが、それでいいか。買うです。では代金いただくです。どうぞ。きっとやみつきになるです。あんたこれ使うとアクアク買うか。他にも、いや、いいよいいよ。私また来るです。遠くから次もあんた買ってほしい。よーし、ちょっとどんな床か見てこようじゃねえか。こんな雨の中、家の中で鍛えたんでいいんじゃないかな。ね、ダンベルやったらさ、別に。じゃあまあとりあえずね、とりあえずどんなのか。宮殿の床、じゃーん、こんな感じ。うわー、なんかあれやね、ちょっと豪華な感じ。なんかこういうのでさ、なんか真ん中に魔法陣とかあったら良さげ。しかしまあ、うん、リビングはこれやな。さすがにあれではないな。なんか2階か地下かに、ああいう感じの床良さげじゃない。一般の家ではなくなるけど。よーし、それじゃあまああまり期間もないし、多分そんながっつりともやらんと思うけど、リサさんと海蔵くんのところに行ってみよっかな。せっかく6月やけんね。え、どっから行けばいいんやった。こっから行けばいいんやっけ。ちょっともういろいろ忘れとんやけど。こっから旅立てるんやったっけ。パニーさん、パニーさんのとこよね。どうも。世界につながる空の玄関口、アイナシ工場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか。お出かけしたい。ラジオです。ではどちらに行かれますか。お、あったあった。パニーの島へ行きます。パニーの島ですね。ラジオです。最初ここに来た時も、カッペイさんじゃなくってここやったんかな。うん、なんかそうやったような気がするね。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか。出発！はい、受けたまわりました。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライトよろしくどうぞ、コピー。ラジャー、いつでも OK だ。では、良いフライトを。グッドラック。
なんか話を。オーケー、到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際、声をかけてください。了解です。あそこで何やら相談しているみたいですね。結婚式のやつやろ？違うんですか？結婚の記念写真を撮りたいんだね。撮影なら私のスタジオを使ってもらって構わないんだが。だけど撮影のセットとかってどうすればいいかしら。私たちで用意するのは難しそうだし。あ、雨止んどるね。おう、ゆっくり。おー、アイナさん来てくれたんだね。実は君にお願いがあって、こちらのリサさんと海藻さん、6月といえばジューンブライドだろ。今年も2人の結婚記念の写真を撮りたいそうなんだ。すまないんだが、私もウェディング撮影のセット作りを君にお願いしたくてね。毎度同じようにセットに使う家具はこっちで用意するから、持ち前のセンスで写真映えするように配置してほしいんだ。どうだい？お願いしてもいいかな？任せて。本当かい？おにぎりよ。それじゃあ早速準備を始めよう。さあ、スタジオに入った入った。強制的に連れてこられた。ここがウェディング撮影専用のスタジオさ。奥の部屋の壁紙と床を張り替えただけなんだけどね。まあ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 。まあそんなもんよ。使い方は通常のスタジオと同じで大丈夫だ。アイナさんには前に説明したし、今回は省略させてもらうよ。もし忘れてしまったという場合でも、私は外にいるから、何かあれば遠慮せずに聞きに来るといい。あ、そうそう。途中で部屋から出てもいいけど、再会するときは私に声をかけてくれ。具体的に何をすればいいのか、詳しいことはリサさんに聞いておくれ。では、よろしく頼んだよ。アイナさん、記念写真のセット作りを引き受けてくれて、どうもありがとう。いえいえ。毎度同じように結婚式風のセットを作って写真撮影をしてほしいの。やり方とか詳しい説明は必要かしら？いや、いいよいいよ、大丈夫。わかったわ。今日はね、挙式のためのシャベルみたいなセットで撮影したいの。たくさんの人に見守られながら、新鮮な場所で永遠の愛を誓う二人。とってもロマンチックよね。ダーリンが作ってくれた家具をベースに、ホワイトやピンクを基調とした可愛らしいセットにしてくれると嬉しいわ。セットを作って写真撮影ができたら、私に声をかけてちょうだい。それじゃあお願いするわね。でもこれ何回やっても同じ感じにしかならん気がするんよね。私のセンスじゃ。まあ、あくまで私のセンスじゃないんやけど。家具。色とか変えればいいか。チャペルって言ったよね。ウェディングのパイプオルガン。それじゃあこれを。あ、消えた。ちょっと待って。待って。違う。あ、バリエーション。でも、ピンク、白とかピンクとかって言ったよね。これピンクにできるんかな？ホワイト、ダークブラウン、ナチュラル。いや、ホワイトやね。ここはもう断然ホワイトやね。はい。チャペルやったらさ、前やったのってあれか？披露宴みたいな感じやったっけ？やとしたら違うか。ことは多分このウェディングなベンチの方よね。これを3つぐらいかな。バリエーション的にはキュート、シック、ガーデン。でも今回可愛い感じって言ったけんキュートでいいか。はい。1、2、3ついけるよね。1、2、3。オッケー。回すのは A ボタンか。え？ A ボタン？え？どうやって？なんか電気ついた。あ、こういうことか。あ、もう操作の仕方が全然。端っこの方にスペースを空けておいた方がいいんかな。よいしょ。コロナ禍での結婚式ってどんな感じなんやろ？やっぱめちゃくちゃスペース空いとったりとか、するんかな？なんか家よね。一生に一回の結婚式そんなスカスカな状態。だって、距離置かんといかんのやったらさ、人もいっぱいは呼べんってことやん。んなもん？んな近くかな？で、ここになんか、神父様の台がいるよね。
と、それは？それは？え、それは？なくね？あ、別にイベントってする件ないだけで、こっちの普通の家具から選べばいいんかな。台。え、でもちょうどよくさ、あんな感じの台ある？イベントでなかったらな、あ、公園台でいいかな。これあれやん、色変えれんやん。そこは白とかにしようや。ね、確実にそこは白よね。そこだけ茶色ってどうよ。色味が合わねえじゃねえか。他になんか色味合わせれそうなやつで、それっぽく見えるようなの。ねえか。情けだな、別に。ないね。じゃあ、やっぱあれか。なるほど。公園台で。あ、でもそこぐらいやったら、茶色でもありかな。よいしょ。もうちょっとなんか薄い茶色。うん、ちょっとお二人泣いてくれない？よいしょ。よいしょ。いつの間にポケットにしまった？この辺、もうちょい奥か。これぐらいの感じ？こんなに距離近いかな？まあ、いっか。まあ、いっか、そこは。んで、イベント、花。ウェルカムボード。チャペルにもあるもん？あ、待って。キュート、シック、ガーデン。キュートやな。なんか、とりあえずこの辺とかに、斜めに置けたらいいんやけどな。ねえ、斜め向けたいよね。ふふ。まっすぐとかじゃなくて。まあ、いっか。んで、こういうのはなんか、披露宴。庭とかで、ブーケトスとかしよる場所にありそうな感じがする。ふふ。そんな感じがする。フラワースタンドとりあえず、この辺かな。邪魔か？こっちの後ろの方に置いとったんでいいかな。うんうん、オッケーオッケー。で、あとは、キャンドル。キュート、シック、ガーデン。びっくりした。おどろおどろしい感じかと思った。葉っぱか。キャンドル。でもこれはテーブルの上。いいよ。ここ邪魔。絶対邪魔よね。いらんね。絶対あそこ聖書とか。あ、なんか本みたいなのあるかな？聖書みたいなの置きたいんやけど。小物系？本、本、本。あ、これ。バリエーションは？洋書。百科事典じゃないね。洋書やね。うん。じゃあこれをこう置いとくと。あ、いい感じ。なんかもうちょっと分厚さがあればいいんやけどな。聖書っぽい感じで。ね。壁にかけるようなやつとかは？壁、あ、そっか。この辺のウェディングの壁飾り。2個ぐらい？この辺に、それとも、あー、一面かな。よし。じゃあこっちに、1、2、3と。おい。高さこれで合っとったかな。まあ、なんかこんな感じよね。よし。こっち2つ。並べまして、こんなにぐるっと飾っとるかな。まあ、自分が思うやけいいよね。いい、こんな感じで。あ、いい感じでは。こんな感じ。いいね。お花いっぱい。これさ、奏者の椅子ないけど大丈夫？椅子。
立ってやることになるよね、確実に。家具で、ウェディングのチェア。あ、これで色変えればいいんかな。シック。キュート。普通にこの椅子で大丈夫？でもこの会場に置くんならやっぱ揃えた方がいいんかな。なんか、ちょっと前の人めちゃくちゃ邪魔やと思うけど。待って、ちょっと全体的に椅子ちょっとずつずらすか。これ一番後ろぐらいでいいんじゃない？あ、これぐらいかな？感覚的には。待って、ウェルカムボード邪魔だな。ちょっと待って待って待って。ウェルカムボード超邪魔だな。いらんかな？ね、なんかいらんような気がしてきた。あー、ギリギリ。まあ、こんな感じでいっか。ちょっとバージンロードとか歩くの超邪魔な気がするけど、まあまあまあそこは避けてもらって。じゃあこんな感じで。よき。で、ちょっとお二人さん。こっち来てこっち。はい、この辺でちょっと愛でも誓っといてもろて。はい。あれ？ちゃんと並んどる？いい、こっち向いて向いて。これで、違うな。こっち向いたらいかんね。お互いに向いて。あ、それぐらいの感じでいいかな。カメラ。あれ、カメラは。ほ？カメラできない。あ、写真撮る。どれ？これか。待ってね。私邪魔ですね。はい、消える。で、ウェルカムボード邪魔。あ、これぐらいの感じでいっか。あ、めっちゃいいんじゃないこれ。良きじゃないですか？くっきり。ポップ。ふんわり。めっちゃ白飛びしてる感あるけど。いや、でも。どうせならふんわりか。撮影。オッケー。いい感じ。撮れたみたいね。写真を見せてもらいたいんだけど、いいかしら。何枚か撮った場合は、最後に撮った1枚だけ見せてもらうわ。オッケー。ありがとう。早速見せてもらうわね。まあ、なんて素敵なセットなのかしら。私の思っていたイメージとぴったりよ。こんなに素晴らしいセットでダーリンと写真を撮れるなんて、とっても幸せ。本当にありがとう。そうそう、お礼をしなくちゃね。カー君が作ってくれたウェディングのベンチよ。私は一体これは何をもらってて何をもらってないんかもちょっとあんまり把握できてないんやけど。あとこれも受け取って。愛の結晶よ。愛の結晶を集めたら好きなウェディング家具と交換できるの。交換したいときは、録画中にカー君に声をかけてね。あ、そうそう。一つ注意してもらいたいんだけど、交換できる数は1日に8個までよ。一つ一つダーリンが手作りするから、一度にたくさんは受けられないの。こまめに少しずつ交換してね。ありがとう。ありがとう。おかげで素敵な写真が撮れたわ。実はね、これだけじゃなくて、もっといろんなセットでたくさん写真を撮りたいと思ってるの。よかったらまた明日も来てくれないかしら。6月いっぱいはこのスタジオ借りているから、よろしくお願いね。もうあとちょっとしかないけどね。はい、ということで、じゃあ今回は、この辺で、私めっちゃ邪魔な感じやね。この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねなんか私前にもさ、チャペルもやったような気がするよね。チャペルと、でも披露宴会場もやったような気がする。ブーケトス会場みたいなのもやりたいね。あるんか知らんけど。